フリードリヒ・オルブリヒトは、ドイツの陸軍軍人。最終階級は、不評代償。1944年7月20日の、ヒトラー暗殺計画に参加したが失敗、結構翌日に処刑された。ザクセン王国のバウツェン生まれ。ギムナジウムを卒業し、アビトゥア合格後の1907年に陸軍に入り、ライプツヒの第106不評連隊で、士官候補生となる。 第一次世界大戦に従軍。戦後の1919 19年、ベルサイユ条約で縮小されたドイツ陸軍に大意として残る。1926年、国防省外国軍科課長に就任。1933年、ドレスデンの師団で参謀長。1935年、ドレスデンの第四軍団参謀長に就任。1938年、 第24不評師団長を拝命。第二次世界大戦が勃発した1939年9月、師団を率いポーランド侵攻に従軍、岸鉄十字章を受章。翌年2月、不評大将に昇進。陸軍総司令部一般陸軍局長に任命される。1943年、国防軍最高司令部国防予備局長となる。 ルートビヒベック元参謀総長、カール・ゲルデラー、ヘニング・フォントレス交渉省を中心とする、ハン・ヒトラーグループに参加し、ヒトラー暗殺計画に加わる。1943年7月20日事件の実行役となる、クラウス・フォン・シュタウフェンベルク大佐を自分の部局員に加える。 1944年7月20日の結婚当日は、アルブレヒとメルツ・フォン・クイルンハイムと共に、バルキューレ作戦において、結婚後の治安維持に備え国内予備軍の動員を画策した。しかし暗殺計画は失敗し、同日深夜、国内予備軍司令官、フリードリヒ・フロム上級大将の即決裁判により、 死刑を宣告され、日付が変わった7月21日午前零時過ぎ、シュタウフェンベルク、ベルナー・フォン・ヘフテンと共に、ベルリン・ベンドラーブロックの国内予備軍司令部の中庭で銃殺された。戦後は検証の対象となり、1972年には、ベルリン・シャルロッテンブルク地区に、オルブリヒトダムが、ライプツヒには、オルブリヒト兵舎と、オルブリヒト通りが、墓所のあるドレスデンには、 オルブリヒト広場がある。ありがとうございます。